はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。またですね、ザクザクでね、こんなん見つけてしまいましたよ。2019年11月27日に出た記事ですね。かっこ新悪化論、韓国文政権逆切れで、東京五輪ボイコットも国民の反恨むっていうですね、反を晴らす謀略として点々点、指揮者日本は冷静に逆手を取れみたいな、そういう記事でございまして、この室谷克美さんという方がお書きになってるんですけど、この方ずっとですね、あれですね、悪韓論、悪い韓国ですね、悪韓論とか法韓論とかお書きになってる方でございまして、なんか韓国にやたらとこう詳しくて、しかも厳しいという方でございまして、まあなかなか面白い意見なんですけども、そうですね、こんな出だしですね。自作自演して被害者のふりをする、被害者として対抗措置を打ち出して自画自賛する、ところが自打自爆に陥り自爆はい、自爆の爆がですね、自打自爆の爆は縛るに陥り、自爆の爆は爆撃の爆ですね。すると今度は精神的勝利感を確保するためにファンタジーの言い訳を乱造する。まあなんていうか、お隣の国のメンタリティをよくこういう視点で解説なさってますね。うなずけるところはいっぱいありますよ。はい。ジーソミアをめぐる韓国文政権の動きは、戦後の日韓関係史の中で見ればいつものパターンに過ぎないね。しかし注意すべきは、彼らが精神的勝利感、かっこ別名、イコール道徳的優位に浸って満足しているわけではないことだ。心の中では実質的敗北感に打ちひしがれ、反ですね、恨むですね、反を溜め込んでいる。反に基づく攻撃が向かう先は米国と日本だ、みたいな、こういう書き出しですね。いつもながらに厳しいご意見ですね。2ページ目いきましょうか。ちょっと、こんなこと書いてあるんです。文政権としては来年4月の国会議員選挙に向けて破天荒の対策が必要だ。ところが予算措置はすでに20年予算、1から12月。韓国ね、国家予算の会計年度は1から12月なんですよ。案に盛り込めるだけ盛り込んでしまっている。今年は税収減による歳入欠陥が必至の状況だが、20年予算案は税収の伸びを甘く見込んだ上、赤字国債を増やしている。国家債務の増加ベースでは、経済開発協力機構 OECD 加盟国の中でトップのスピードだが、もはや政府予算で国民のご機嫌を取ることはできない。再々申し上げています通り、韓国の経済指標はどれもこれもかなり悪化しております。悪化しているということはですね、税収も見込めないということなんですね。で、その分ですね、あれですね、国債を出されているわけですね。で、ちゃんと返せんのっていう話ですけど、まあまあまあ、だからその、デフォルト近いですよと僕は従来言ってますね。で、ちょっと飛ばしまして、4月の国会議員選挙で、文与党が議席減となればもう完全なレームダック、カッコイコール死にたいになる。韓国語の表現を直訳すれば、反を解くため、つまり恨みを晴らすため、そしてレームダックから脱出するためには、文政権ができる国家レベルの措置は何かあるのか。ざっと展望したところ、2020年の東京五輪ボイコットくらいしかなさそうだ。隣国のボイコットにあった不名誉五輪ということにして、精神的勝利感を自己醸成する作戦だと。まあ隣国のそのメンタリティをね、上手に解釈してありますね。上手にというか、まあよろしく解釈してありますね。韓国はすでに東京五輪に関し放射能五輪と決めつけて世界に悪宣伝して回ってる。へえ、こんなことしてるんですか。放射能五輪ね、そんな来たらあかんわ。そんな放射能で侵されてる東京に、大事な自分のところのスポーツ選手、一流のスポーツ選手をね、派遣するなんて、そんなことしたらあかんでしょう。五輪の期間中に日本が選手団に提供する食事は不安だから、自分たちで食材を輸送して調理する。あかんわ。そんなんしてもね、空気汚れてますからね、放射能いっぱいありますからね、その辺ね。いや、
韓国よりちょっと少なめですけどね、ほらのね、でも空気汚れてますよ。だからね、韓国そんな五輪選手送ったらあかんわ。与党の組織は日本の放射能汚染地図を捏造してまで放射能五輪の危険性を訴えている。さらに自衛隊機である旭日機をナチス機と同じと世界に触れて回り旭日機を五輪会場に持ち込みさせるなと息巻いている。これね、 IOC がなんかこの前言ってましたねあの関係ないみたいな。まあね、まあ、また続きますけども、要はムン政権、韓国のムン・ジェインさんの政権がですね、この前のジーソミアで、まあ、大失敗をやらかしてですね、まあ、割合国内からもこう批判的な目にさらされてると。まあの割にはあんまり支持率落ちてないですけどね、で批判的な目にさらされてるんで、もともとあれポピュリストの政権なもんですから、国民に対してですね、こう人気取り政策をするんですね。最低賃金のアップとかってそうだったんですけども、もうそれもね、ネタがつきかけてるんですね。で、さっきも言いましたように、韓国の経済がどんどん悪化してますもんで、政府に入ってくる税金が少ないと、少なくなってると。でその予算措置はもうすでにね、盛り込んであると、ちょっと不可思議味のっていうふうに、こう室さんは書かれてるわけですね、室谷さんでね、書かれてるわけです。だから、まあ、日本的には補正予算でも組めりゃいいんですけど、財源がないということになりますね。でどうするかと言いますと、なんかでもこう派手派手しいことはやらなあかんわけですよ。文政権っていうのはポピュリスト政権ですから、国民の関心を引いとかんことにはいかんと。でさっきも書いてありましたけども、来年4月にね、選挙あります。でね、まあ、選挙のは来年の4月ってもう5ヶ月以上先なんでね、その間また政治いろいろ変わるでしょうし、そこをどうするか、どうなるかっていうのは予測は不可能なんですけども、仮にですね、ムンさんの与党、共に民主党っていうんですけど、韓国のがボロ負けに負けたりしたらですね、ムンさんもう完全なレームダックなんですね。それからまだ2年あるんですね、来年の4月からまだ2年間ムンさんの政権について、その間何もできへんと。まあ何もできへんことはないんだけど、何回やるごとにですね、国内から猛烈な批判にさらされるというような政権運営になって、誠にやりにくい。そうなった時に取れる策は何かないかいなと言うたら、東京五輪ボイコットじゃーみたいな。そうなったらですね、国民の目を引きつけてですね、なんていうかね、こう悲劇を隣国の日本のせいで僕らがこんなひどい目に遭ってるんやーというようなことを言えるんで、とりあえず政権の求心力は保てるんちゃうかと。というのはこの、まあ、室谷さんの見立てではあります。で、私はどうかと言いますと、まあ、そこまで根性ないやろうと思いますよ。4月のね、選挙でね、多分ね、多分負けますよ、ムンさん側の共に民主党。ただね、どうでしょうね、保守党がね、自由韓国党ですか、なんかありますよね、保守党が。そっち側が全面的な勝利をするとも思えないんですよ。実は保守も分裂してますんで、とするとただ混乱を招くだけかもわからんなと思うんですね。だから、ただ混乱してるだけだったら、まあ混乱してるわけですから、そんなにそのね、ムンさんパフォーマンス戦でもですね、普通のレイムダックで2年間過ごせるかもわからない。でそうなれば、わざわざ東京五輪ねボイコットするって言ったらね、韓国人も相当賛否分かれるんちゃうかなと思うんですよ。まあただね、こう書いてある通りね、放射能五輪やって言い続けてはるわけですよ。放射能五輪って言い続けてたら、なんでそれに行かなあかんのという話も出てくるわけで、どん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 自己矛盾が大きくなっていくわけなんですね。まあ左翼政権って、まあ、そういうところはあるでしょうね、関連論で先走りますから。言い続けたらやっぱし五輪ボイコットかということもありえなくはないですけども、僕はね、そんなね、ムンさんという方がね、そんな根性あるぐらいやったらね、ちゃんとジーソミア破棄してますよ。
あんな土壇場のね、6時間前にね、やっぱり破棄凍結しますとか言うて面目を失うようなことにはせんとですね、なんやかんやと文句言いながら来る、選手団を送るということやと思いますけどね。あの軍さんって顔向けたところにええこと言われる人なんで、そのあんまりね、その根性ある政策って今までやってないんですよ。だから多分ね、ないとは思いますけど、一つの見立てではあるなと思いました。はい、ザクザクに載っている室谷克美さんの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。